ホーチミンシティのモスク本項目では、ベトナムのイスラム教について記述する。イスラム教は、ベトナムでは、マレー人と関係のある少数民族集団である。中部南端や、南部のチャムが信仰する宗教として知られる。中部南端のバニーはすべてチャムである。中部には、バニーの他にフロイや、バチャムがおり、特にバチャムの神話体系は、アロア派を、造物主とするが、イスラム教徒ではなく、 バラモン京都とみなされている。南部のシャーフィーは、必ずしもチャムではなく、約3分の1は、チャム以外の、他の民族集団チャワクーやインキョ京である。チャワクー・ジャワ・カーは主に、安山省チャウドックのカンボジア国境に住む、クメール語話者であるが、チャム語もよく通じる。ホーチミンシティのシャーフィーコミュニティは、インキョ京やアラブ人の男性が、チャム女性と通婚してできたもので、 国際色豊かであり、ベト族との通婚も見られる。ホーチミンシティのモスクチャンパ王国はヒンズー教を報じていたが、長期間の三教共存の期間を経て、全面的にイスラム教へ改修した。ディマシュキーのコスモグラフィーに再録されたイスラムの伝道に関する伝承によれば、イスラム帝国政党カリフ時代の第三代カリフ、ウスマーン・イブン・アフファーンが650年に、 唐に施設を送った際、唐の入り口にあったアッス・サンフにイスラムが伝えられた。7世紀末にはアリー・ーン派の人々が中国へ向かう経路の途中にあるアッス・サンフに停泊地を複数作ったいう。ディマシュキーによる記述の他にイスラム教の伝来を示す最古の物的証拠は約300年後から600年後、10世紀末から13世紀にかけての戦場人の間に イスラム教が広がっていたことを示す早朝期の戦場人徴工施設の名簿と海南省サムアシの移住伝承、認久安省ファンランシ郊外で発見されたアラビア語碑文である。14世紀末以降、インドシナ半島、マレー半島、ジャワなどにおいてイスラム化が進行した。ムスリム商人の活動により、インドシナ半島とマレー半島との間、インドシナ半島とジャワ島の間で交流が、 盛んになると、イスラム教も、チャンパからジャワへ、マレーからチャンパやカンボジアへ、相互に影響を与え合うようになる。マラッカ王国の年代記マレー変年史によれば、チャンパ王国におけるイスラム教の信者は、まず、ヤク王国ヤックに広がった。ヤク王国は、王子司令長の侵略を受けて1471年に、崩壊した。占い効果変年史によれば、 現在のチャム居住地における信者数はアグイ小王国アングエが薬王国の侵略を受けて崩壊しアグイの移民がパンランパスカルンランに移住した1397年以降に薬からやってきた伝道団の活動により増え始めたイスラム教が王権と結びついて国境化したのはポーロメの治世17世紀半ばと考えられるその後チャンパ王国は 大越広市南国の侵略を受けて1693年に一旦滅亡し、2年後に純情鎮として再独立した。純情期のチャンパも依然として広範な自治権を維持したが、団イコール高南原子の総試権の下、マレー半島などのイスラム勢力との連携は困難となった。純情鎮時代、チャムはベト族と比較して税制上の優遇を受け、 ベトナム現長の創始化にあって、広範な民族自治を享受した。1830年代、英仏の干渉による真の弱体化と、マレー半島とビルマに進出する、イギリス、独立国シャム、ラオスカンボジアに進出するフランスが、東南アジア大陸部で定立すると、現長は、対外警戒心を強めた。朝は、地方の人王や土管たちの権限を削り、海気流。 中央直轄化を進めた。総平準昇版秘法略によれば、1832年に、チャンパイコール純情鎮は廃止されて、全鎮王、玄富将ポフェイック座を含む一部の不満分子が、はじむ分解レボルトヌコ恋を主会とする、南部大反乱に合流した。しかし、反乱鎮圧の過程で、二人のチャム王族女性ナイカンワナイカンウェアと、国事プケイック JP が、 反乱派のチャム及び産地民に投降を呼びかけて和平に大きく貢献したためチャム王家そのものは存続が認められた。乃ギカ土ケ時代、ハンサト時代を通じ旧純常人にあったチャム居住地では国プの子孫の配偶者男性が知事職につき民族自治が続いた。から年のベトナム南部大反乱の鎮圧後、カンボジアでも チャム出身の大臣ツエン・ファオの息子たちによる反乱が起こり、その鎮圧の過程で数千人のチャムが、二人のチャム貴族ジャイン・ジャインと、ジャバイ・ジャバイに引き入られ、超アキラ港、TRNG、ミングヤンが保護したベト族の難民とともに、カンボジアから、ベトナムのメコンデルタ地域、チャウドックに移住した。現状の中央集権化の努力にもかかわらず、 現庁は結局フランスの侵略に屈し、国土を4分割して、フランスへ直轄領、保護領として割上し、1880年以降、フランス領インドシナ連邦が成立した。フランスの直轄領となった南部地域では、ムスリムの移動が自由になって、ムスリムの普通に打ちのカンボジアや独立国パタに、英領マラヤとの相互往来が活発になった。 マレーのイスラム教は20世紀初頭、サイゴン及びチャウドックのチャムの間に影響力を持ち始め、宗教系の出版物がマレー半島から輸入されるようになった。マレー人聖職者はサイゴンやチャウドックのモスクにおいてマレー語でふとを行い、チャムの中にはイスラム教を学ぶため、独立国パタニや英領マラヤのマドラさに赴くものが出始めた。ベトナム南部のムスリムと 南タイ、マレーシアのムスリムの総合来は、普通院の消滅後も、南ベトナム時代の終わりまで続いた。1975年に、民主カンボジアが成立し、南北ベトナムが統一され、1976年に、ベトナム社会主義共和国が成立すると、社会主義政権による宗教弾圧から逃れるため、カンボジアベトナムから約5万5千人のチャムがマレーシア、 喉にに避難した。また1750人のチャムがイエメンに移住し、移民として受け入れられ、ほとんどがタイズに今日移した。ベトナムにおいてもモスクが政府により閉鎖されたと主張する、著述家がおり、それが疑われる意向もある。1975年の革命直後、ベトナムにおいてもカンボジアほどではないにせよ、地方政府。 党支部とチャムの諸宗教特にイスラームの対立が深刻になり、中央政府、党としてシャーフィーとの対立解消に努めたことが、ベトナム共産党のチャム同胞に対する工作に関する指示に監視される。1980から1981年頃から、ベトナムに残った者も、公安から暴力的な迫害を受けることはなくなった。一方、 民主カンボジアポルポト政権の崩壊後も続いた社会不安から逃れるため1978年から1989年にかけて延べ数千人のカンボジアチャム難民がベトナム南部の東南地方ドンナイ省に移住した国家の制約はあるもののベトナムは建前としては憲法において信教の自由を保障していた1981年頃にはすでに ベトナムへ入国した外国人観光客が地元のムスリムに話しかけたり、彼らのそばで礼拝することを公安が警戒しなくなっていた。ある1985年の報告では、ホーチミンシティのムスリム共同体には民族的多様性があると記録されている。チャムのほか、亡命や海難で渡し越した、ジャワ人、スンダ人やバリ人、ビジネスのため渡し越した、 マレーシア人や陰教、アラブ人がおり、その総数は当時すでに約1万人に上っていた。歴史的経緯から1693年以降、ベトナムのムスリム、ナカンズク中部のバニーと呼ばれるチャム系ムスリムは世界のイスラム教主流派から比較的隔絶していた。この隔絶とイスラム教の宗教学校がなかったことにより、 バニーにおけるイスラム教の宗教活動は集合性が進んだと誤解されている。実際にはバニーは祖先崇拝を尊重するがヒンズーやバラモンの神々を祀ることはなく初期イスラム伝道者らを神格化した聖者崇拝が見られるだけである。またバチャムにおいてもシバなどのヒンズーの神格を祀る祭祀文献は存在せずその神格は王家の祖先神である。 バニーにおいてもアラビア語の学習と使用は過去から現在まで一貫して奨励されてきたが1693年から1990年代まで約300年にわたる隔絶によりバニーにおいてはアラビア語の聖句の語用や語読が極めて多くなったバニーはアリー・イブン・アビー・ターリーブを極めて重視するアリーを神の子と呼ぶ者もいるとの報告があるディマシュキの コスモグラフィーにもアスサンフにおけるアリーウーン派の亡命伝承がある。しかしバニーが使用する北部軍は基本的にシャーフィーと同じものであり彼らのイスラムをシーア派と判断する根拠はない。国内最大のモスクが2006年1月一部サウジアラビアからの寄付を得てカンボジアチャム難民が定住したドンナイショースアンドック県に完成した。 安山省のモスク1999年4月の国勢調査によれば、ベトナムのムスリム人口は63,146人である。また、国内の皇帝6宗教のうち、ムスリム人口は総人口8,800万人の0.1%弱、約6万7,000人との調査もある。このムスリムは、中部南端のバニーと南部のシャーフィーを合計したものである。 77%以上が中部南端及び南部の東南地方に住み、うち34%がニン忍アン章、24%がビン忍アン章、9%がホーチミン市に住んでいる。残りのうち22%が南部の西南地方、特に安山省のチャウドックに住む。1%が国内の他地域に居住。信者の男女比はムスリム女性の数が、 ムスリム男性の数よりも7.5%、多い安山省を除き、イスラム教徒が多く住む、どの地域においても、男女の比率差が2%の枠内に収まっている。ただし、この分布は、以前に比べ幾分変化している。1975年以前は、国内のムスリムのほぼ半数が、南部に住み、1985年になっても、ホーチミンシティのムスリム系住民は、 1> 約1万人と報告されていた。シャーフィーとバニーの2集団からなる。前者は南部に居住するスンナ派で、チャムの一部としてラーム人と呼ばれたが、チャム以外のものも多く、現在はシャーフィーの自覚が高まっている。後者は中部南端に住み、バチャム集団との間で宗教職能を分章している。前者が世界のシャーフィー共同体と関わりがあり、 多様な民族構成であるのに対し、校舎は海外のムスリムとの中退が乏しく、もっぱらチャムで占められている。5歳以上のムスリム54,775人のうち25%に当たる13,516人が現在学生で48%に当たる26,134人が過去学校に通ったことがあり、27%に当たる 残りの5万4775人が一度も修学経験がないという。これはムスリムが国内のすべての宗教集団の中で2番目に非修学率が高いことを示している。イスラム教の宗教学校がなかったベトナムでは、都定教育が伝統的であり、これに飽きたりない、教育熱心なムスリムは子供を中学高校からタイやマレーシアのマドラサに、 海外留学させることが多く、彼ら留学生はベトナム国内の修学統計に反映されていない。非修学率は男性が22%、女性が32%であった。また、ムスリムは宗教別の大学進学率が最低レベルでもあり、高等教育機関で学んだものは総人口の約3%に比べ、ムスリムは1%程度である。 ホーチミンシティムスリム代表者委員会が1991年7人により設立された。同様の組織は2004年に安山省にも設立されている。ありがとうございます。